昨日午後2時半ごろ、鳥取県江府町江比の住宅密集地で発生した火災は、午後9時過ぎにようやく鎮火しましたが、これまでに12棟の建物に被害が確認されています。この大規模火災を受け、今朝は鳥取県の平井知事や江府町の白井市町長が現場を視察しました。お見舞い金であるとか、住む場所の亡くなった方への補助とかですね、早急にですね、作り上げて、お盆までにですね、お示しするようにしたいと思います。白井市町長は復旧支援を急ぐとともに、今月17日に開催予定だった500年の伝統がある夏祭り、海老十七夜を中止すると発表しました。